起業するって何か難しいことだと思っていませんか一昔前は起業というと一年発起して会社を辞めて一生懸命溜め込んできた貯金をつぎ込んでワンチャンスにかけるという人生の一大事だったかもしれませんが今の時代いつでもどこでも誰でも1万円あれば起業できる時代なんです学歴いりませんスキルいりません貯金いりません会社辞めません年齢 問いません。アイデアいりません。話がうますぎるように聞こえますかこの動画を見終える頃には、企業など考えたこともなかった方でも、きっと私にもできるかもいや、やってみなきゃ損だ。よし、やってみようと思っていることでしょう。なぜ今1万円企業が必要なんでしょう今の日本は失われた30年と言われ、他の国々に比べて賃金が全く上がっていません。 1995年から2022年までの世界主要国の賃金上昇率、伸び率を見ると、お隣の韓国は329.71%、アメリカは249.41%、2009年に経済危機のあったギリシャでも171.71%も伸びているのに、日本だけ98.70%、上がるんじゃなくて下がってます。本当に嘆かしく思いますが、嘆いていても始まりません。 もう会社の給料に頼らず、自分で稼ぐしかない、そういう時代なんです。もし本業以外でしっかりと稼げれば、嫌な会社にいつまでもすがりつく必要がなくなり、もっと自分の才能を活かして、楽しく働ける会社に転職できるようにもなります。まだ人生100年時代と言われ、平均寿命の伸びにより、100歳まで生きるのが当たり前になる時代に入ってきています。つまり現在の仕事を定年退職して寿命を迎えるまで何十年もあるんです。 もし自分でビジネスを始められれば、現在あまり貯金がなく、老後の生活をどうしようと不安に思っている方でも、その不安がなくなります。足りなければいつでもビジネスを始めて、必要なお金を稼いでしまえばいいわけですから。お金をかけずに一人ビジネスを始められれば、それが一番の安心を生み出すことでしょう。もちろんビジネスはやってみないとうまくいくかどうかはわかりません。ユニクロの柳井さんも言っていますが、ビジネスは一生休杯くらいなんです。 これだと思って始めてみても、うまくいかないことがあります。だからこそ大きなリスクを取らず、1万円くらいで簡単に起業するのがベストなんです。そうすればうまくいかなくて辞めたとしても、借金を背負ったりすることはありません。そしてすぐに次のビジネスを始めることができ、10万円あれば10回もチャレンジすることができるので、成功する可能性をぐっと引き上げることができます。 何度もチャレンジすればその度学びも多く、少しずつビジネスのコツがつかめ自分なりの成功法則を見つけられることでしょう。そのようにしてお金をかけずに何とも挑戦する中で、うまくいくものだけ残していけばいいんです。私自身2003年に英川学校を辞めて起業した時、貯金がほとんどありませんでした。今考えると少し無謀なんですが、預金残高が7000まで落ち込んだところからお金をかけずに起業しました。 概要欄から申し込める無料メールマガジン。年収1000万円必ズロードマップ5日間講座で、その時のことを詳しくお伝えしていますが、当時、スキルも人脈もお金も全くない状態から、効率よく英会話を習得できる方法を、カセットテープ。カセットテープですよ。MD も MP3 もなかった時代です。それをラジカセで録音し、3本セット25000円で、400人以上の方に購入していただき、年収1000万円を生み出したことがあります。 この動画の後半でも紹介しますが、お金をかけずに1万円起業するアイデアは無限にあります。まだそのためのノウハウやアイデアのヒントとなるような動画を頻度を上げてどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。2000年代に入り、様々なものが民主化、つまり一般の人々が使えるようになってきました。ブログが始まり、それまで新聞社の1000倍特許だった新聞を誰でも発行できるようになりました。 それと連動して、アフィリエイト広告を使って、誰でも広告代理店になってお金を稼げるようになりました。YouTube や TikTok などのプラットフォーム、Adobe Premiere Pro などの編集ソフトの技術革新により、誰でもテレビ番組やラジオ番組を持つことができるようになりました。Amazon の Kindle を使えば、それまで自費出版でも何十万円もかけていたものが、出版社を通さずに電子書籍として、誰でもお金をかけずに出版できるようになりました。 インスタグラムを使えば誰でも自分をブランディングしてファッション雑誌を立ち上げられるようになりましたこのように技術の進歩によりこれまで企業の独占だった新聞広告テレビラジオ本雑誌といったメディアを私たち一般人がお金をかけずに無料で手軽にできるようになったんです同様に技術の進歩により企業も誰でもできる時代に突入していますアメリカの起業家 クリス・ギレボーは、これをマイクロビジネス革命と呼び、これまで起業など考えたこともなかった人が、会社に頼らず自立し、豊かな収入を得て自由を手に入れられる時代が来たと言っています。起業のハードルは下がったんです。エベレストを登るような大きな覚悟は必要ありません。高尾山にハイキングに行く、そのくらいの軽い気持ちで起業できる時代なんです。誰でも起業できると言っても、やはり何かユニークなアイデアや商品がないとビジネスができないんではないか、と思っていませんか お金をかけずに行う1万円企業には、誰も思いつかないようなユニークな突出したアイデアや、特許が取れるような革新的な商品は必要ありません。では何を売ったらいいんでしょうそれは悩みです。私たちはどこで何をしているかに関係なく、誰でも一つは悩みを持っています。一個と言わず、軽く5個や10個はあるかもしれませんね。例えば、夏が来るのにポッコリお腹で、友達から海に誘われているのにビーチに行くのが恥ずかしい。 花粉症がひどくてシーズンになると仕事も手につかないくらいひどい。Kindle で本を出版したいのに、どうしても文章がうまく書けない。そういった自分がかつて悩み、なんとか解決したことがあるものがあれば、それがお金に変わります。最近あなたが購入したものを思い出してみてください。それらのほとんどがあなたの悩みをお金を出して解決しているものではありませんかお弁当、スポーツジム、生命保険。その商品がなんであれ、どれもある悩みを解決しています。 お弁当は自分で美味しいお昼を作る時間がないという悩みを解決スポーツジムはわがままボディを引き締まったナイスボディにしたいという悩みを解決生命保険は万が一大黒柱の自分が死んでしまった時に家族が路頭に迷ってしまうという不安があるという悩みを解決世の中の商品やサービスはそれがないと困ってしまうというお悩みを解決しそのお礼として対価を得ているものなんです つまりユニークなアイデアや革新的な商品がなくても自分のこれまでの過去を振り返り何かに悩んだことがあればそれが商品に変わるんですもしもっとその実例を知りたい方は悩みをお金に変える手法で5年で10億円稼いだ小野達成さんの書かれた悩みはお金に変わるという本を読んでみてくださいきっとあなたの中に眠る金の鉱脈が見つかると思います概要欄に本のリンクを載せておきますのでぜひチェックしてみてください 悩みをお金に変えるという手法で、ユニークなアイデアや革新的な商品がなくてもビジネスはできるんですが、何でもいいわけではありません。ここを気をつけないと、時間とエネルギーがどんどん失われてしまうだけです。では1万円企業のように、お金をかけずに企業するマイクロビジネスを成功させるためには何が必要なんでしょうか次に1万円企業を成功させる3つのルールをお教えしますので、ぜひメモを取って覚えてみてください。ルール1、3つの輪の中心を狙う。 三つの和とは、like,can,should の三つです。like, 好きのは、自分が大好きで情熱をかけられるもの。can, 得意のは、自分が得意でその問題を解決できるもの。should, 意義のは、実際に悩んでる人がいて、お金を払ってでも解決したいというもの。好きで得意で意義のあること。この三つが重なる分野であれば、必ずお金になります。私の例を挙げると、英語が大好き。 四六時中英語を聞いたり読んだりしていて、何時間英語付けでも問題ない。英語が得意。英語を流暢に話すことができ、TOEIC も955点取るくらい大得意。英語で悩んでる人がいる。ずっと英語で話せないことを悩み、お金を払ってでも英語を話せるようになりたい。この三つの輪の重なる中心にバチッと当てはまるオンライン講座を作ったので、貯金ゼロでもビジネスになったんです。ルール2。得意スキルの転用。 自分が好きで時間を費やしてきたことや、あまり努力しなくても得意で、人から羨ましがられるようなことがあれば、それをお金に変えることができます。例えば会社でプレゼンをした時に、人前で話すのがうまいね、と言われた。映画が大好きで、ニッチな面白い映画の見つけ方を知っている。料理が好きで、日本酒に合う酒の魚をパパッと作れる。何でも構いません。決してその分野で第一人者であったり、一流である必要はないんです。 1000人に1人の特別な才能がなくても、10人中1人ができるありきたりな能力を3つ掛け合わせれば、1000人に1人の稀有な才能が出来上がります。ホリエモンことホリエタカフミさんも、タグを増やせと言って、1.5流の能力を複数掛け合わせて、希少性の高い人物になることを目指すよう主張しています。 先ほどの例であれば、日本酒に合う酒の魚を作りながら、ニッチな面白い映画の見つけ方を、これまで見た映画の感想などを踏まえて話せば、もうそれだけで十分面白そうな YouTube チャンネルができそうではありませんか 私の場合、英語だけでなく、何でも人に教えるのが得意で、自分に3人の子供がいるので、気さくに子供と話せるという、英語×教える×子供という3つの掛け算で、2008年に家庭塾ニューリーフアカデミーを開校し、あっという間に生徒数が100人を超える塾にしたことがあります。普通の才能でもいくつか掛け合わせれば、特別な才能になるということを覚えておいてください。ルール3、とりあえず行動。 これだけ時代が変わるのが早い現代においてはビジネスアイデアを温めてそれをもとにしっかりとしたビジネスプランを立てビジネス資金ができてからやろうなどと言っていたらあっという間に時代遅れになりチャンスを逃してしまいますそうならないために1と2のルールが適用できると思った分野があったらとりあえず見切り発車してしまってくださいそして走りながら考えて軌道修正していけば十分ですお金をかけない1万円企業だからこその強みがここで生きてきます 大金を投じているわけではないので、失敗しても借金を背負うわけではありません。時間が少し失われるくらいです。しかも時間が失われても、ビジネスに挑戦したという貴重な経験が残ります。とりあえず気軽に始めてみるということが何よりも大切なんです。2016年、私も気軽に YouTube を始めてみました。全くうまくいかず、2020年に2度目のチャレンジをします。 その時はかなり本腰を入れて挑戦したんですが、最終チャンネル登録者数は355人。二度の失敗を経て、2023年に三度目の正直で挑戦して登録者が伸び、やっと銀の盾を獲得することができました。うまくいかなくても大丈夫です。それが自分の糧になり、それが自分の経験になると信じて始めちゃいましょう。どうでしょうそうは言っても企業は難しそうと思われますか 20年前ならそうだったかもしれませんが、今はインターネットが発達し、様々なアプリやツール、サービスがあるので、企業のハードルは本当に低いんです。MBA、Master of Business Administration と呼ばれる計画収支の資格も、詳細な事業計画書も、銀行から借り入れる開業資金も必要ありません。必要なのは次の3つだけです。1、あなたが売るもの。商品、サービス。2、顧客。代金を払ってくれる人。 3. 決済手段顧客があなたの商品、サービスとお金を交換する方法あなたの頭の中にいくらこれでいこうというアイデアがあったとしてもそれが商品、サービスという形をとっていないと誰の悩みも解決することができませんまた商品、サービスがあっても買ってくれる顧客がいなければビジネスは成り立ちませんこの2つが揃ってもそれをお金に変える決済手段がなければ顧客があなたの商品、サービスを受け取りあなたの銀行口座にお金が入ってきません ですが、この3つが揃ったら、あなたはもう起業家です。これからさらに様々なケーススタディをしながら、起業の失敗リスクを下げ、成功確率を上げるような動画をアップしていきますが、まずは思いついたビジネスを気負わずに始め、ゲームで経験値を貯めているような感覚で、その過程をリラックスして楽しんで起業してみてください。では次に、本当に1万円起業なんかできるのか という方のために実際のビジネスアイデアを1万円以内で形に変えていく例をご紹介したいと思います。長年トラックの運転手をしてきて65歳で定年退職した佐藤正夫さん。これ仮名です。彼が1万円企業を始めると仮定してどのようなプロセスで企業していくのかお見せしたいと思います。正夫さんがご近所の庭の草を刈るというビジネスを思いついたとします。ではその草刈りビジネスに必要なものは何でしょう充電式草刈り機。 軍手、刈った草を入れるゴミ袋。これだけ揃えば今日からでも草刈りビジネスを始められます。充電式草刈り機はいくらで買えるかご存知ですか最安のものだと2000円台からあり、6000円も出せば、軍手や様々な種類の買え場までついたセット一式が丸々手に入ります。元手が1万円もかからないんです。これで近所の伸びた庭の草を刈る。という売るためのサービスを手に入れました。次に顧客を手に入れなければいけませんよね。 まだ開業したばかりで実績がない状態で手っ取り早く見込み客を見つけるのが無料キャンペーンです。手渡すチラシなどは白黒の手書きで構いません。今の時代、逆に手書きの白黒の方が味があって印象に残りやすいくらいです。そこにはキャンペーンで草刈りが無料だということ、正ささんの連絡先、2回目以降の通常料金など、必要最低限の情報を載せておきます。 そのチラシ作成にかかる費用は、コンビニで100枚印刷したとしても1000円ですし、A さんの大きい紙に4つ配置すれば25枚、250円の印刷でチラシ100枚作れます。そのチラシを手に近所を回り、庭の草が伸びているな、という家を見つけたら、チャイムを鳴らして、あ、ここの近所に住んでる佐藤です。今、開業キャンペーンで、無料でお庭の草刈りをさせていただいているんです。と言ってチラシを渡します。そうやって100件も回れば、反応率が1割だったとしても10件の草刈りができます。 その無料の草刈りがビジネスの元データになるんです庭の草を刈らせてもらう前にメジャーを使って庭の広さを測りその広さに対して作業にどのくらい時間がかかるのか労力はどのくらいかなど様々なデータを取りますそれをもとに自分の時期をいくらにしたいかで料金を決めることができますわかりやすく 5m×10m50 平方メートルの庭の草を刈るのに作業時間が1時間かかったとします もしその1時間を5000円という料金設定をすれば、1平方メートルあたり500円というサービスの単価が出来上がります。そしてその無料キャンペーンで草を刈っている時に大切なのが、お客様の声を集めることです。作業後にアンケートを書いてもらってもいいでしょうかとお願いしても、無料で草刈りをしてくれた手前、いやだと断る人はほとんどいないと思います。それらがあなたの実績になる貴重なお客様の声になりますから、大切に保管してください。 また、後々ホームページを作ることを考えると、草刈り前と草刈り後の状態の写真を撮ることを忘れずに。可能であれば、実際に草を刈っている作業の動画も撮影できれば完璧です。今の時代、スマホ一つで簡単に高画質の動画を撮影できます。庭の草は髪の毛同様、刈っても刈ってもまた伸びてきますから、最初に無料モニターになってくださった方々の中から、必ず有料で2回目を申し込んでくれる方が出てきます。1日平均2時間。 2件の草刈りをするだけで1万円の売り上げとなり1ヶ月に20日を行えば毎月20万円の収入になります夏前など草が伸びる時期であれば1日4件から5件月40万円から50万円も無理な数字ではないと思います腰をかがめて草を刈るのが大変というお客さんの悩みを解決してあげることでお金が生まれ近所の方々とのコミュニケーションを楽しみながら顧客との絆を育んでいけば長期的にお金を生むビジネスに育っていくことでしょう もし私がビジネスコーチとして間に入ったら、YouTube で草刈りマサオの草刈りチャンネルを開設し、効果的な草刈り法や草刈り機のガジェット紹介、雑草の種類ごとの対処法、暴走シートの効果的な貼り方、ダイソーで選ぶ草刈りグッズ5000など、草刈りに関連した動画をアップしてもらい、そこからの宣伝効果や広告収益も狙います。 そして同じ内容でブログを始め、ブログからアフィリエイト広告収入、顧客の増加も狙えますし、どんどん草刈りノウハウを蓄積していき、素人から始めたとしても、数ヶ月後にはプロとしての知識と経験を手に入れていることでしょう。それからうまくいったその草刈りビジネスのノウハウをマニュアル化し、全国の草刈りビジネス希望者に販売し、どのように顧客を獲得し、長期的に収益を上げるビジネスにしていくのか、草刈りコーチとして名前を打っていきます。 そして草刈ビジネスをフランチャイズ化していくことも可能になるかもしれません。また、うまくいけばそのマニュアルが出版社の目に留まり、草刈正夫の草刈ビジネスへ年収1000万円を稼いだ方法として、本になるかもしれません。うまく出版社が見つからなくても、Kindle の電子書籍で販売してしまえば、いつでも出版できます。そのように一つのビジネスに対し、お金を生むキャッシュポイントを増やしていけば、元で1万円以下で始めたご近所ビジネスが、何千万円というお金を生むことも不可能ではないんです。 実際、草刈りサービスで検索すると、草刈り1刀0番という、東証上場企業のシェアリングテクノロジー株式会社が運営するサービスがあり、全国564社の加盟店があるようです。なんだ、すでに上場企業がやっているサービスがあるんなら、自分が起業しても意味ないじゃん、なんて言わないでくださいね。その発想が逆なんです。持つべきなのは、上場企業がやっているくらいニーズと売り上げがあるサービスなんだ、という思考です。 つまりそれだけ庭の雑草に悩まされている人が多く、お金になるから上場企業がサービスを行っているわけです。ですがこの草刈り110番というサービス、あなたはご存知でしたかきっと初めて聞いたんではないでしょうか実は私も初めて聞きました。全国に564社も加盟店がある大きな会社にもかかわらずですよ。だったら近所のご高齢のおじいちゃん、おばあちゃんはなおさら知らないはずです。 テレビなどでも CM を流してはいないと思うので、インターネットであまり検索しない人は、このサービスにたどり着くよりも早くあなたのチラシが目に入るはずです。そして見ず知らずの業者に頼むくらいなら、近所の顔見知りで一度草刈りをしてくれた佐藤さんを選ぶんではないでしょうか。いかがですか ?1 万円企業が手の届くものであるということがご理解いただけたんではないでしょうか もし一人ビジネスで起業したいけれども何をどうしたらいいかわからないという方がいましたら無料メールマガジン年収1000万円必達ロードマップ5日間講座をご用意しましたので概要欄のお申し込みフォームからお申し込みください今現在ビジネススキルがゼロ人脈がゼロ売るべき商品がゼロの方でも正しい考え方と方法を学べば誰でも必ず年収1000万円を稼ぐことができるようになります 2003年、当時の私は、わけもわからず、ええやっと起業して、お客様が一人も集まらないで貯金が底をつく、というどん底を経験し、そこから20年以上、がむしゃらに一人ビジネスを続けてきました。あなたはそんな苦労する必要はありません。会社を辞めなくても、お金をかけずに手軽に一万円起業できる時代なんですから。 この動画で紹介した草刈りビジネスの例でもわかるように、1万円企業には学歴も、特別なスキルも、開業資金も必要なく、何歳であっても誰かの悩みを解決するキャッシュポイントさえ見つければ、今日からでも起業できるんです。仮にうまくいかなかったとしても、それが学びになります。経験になります。そして本業で定年退職した後も、自分でビジネスを生み出せれば、老後の不安はなくなりますし、いくつも挑戦して当たるビジネスにしてしまえばいいんです。 誰かの悩みを解決し、喜んでもらえて経済的な自由が手に入る。こんな素晴らしいことはないんではないでしょうか。少しでも可能性を感じたら、マイクロビジネス革命の中に飛び込み、1万円企業してみてください。1万円企業は早ければ早いほどいいんです。あなたの成功を心からお祈りしています。これからあなたのマインドを変え、一生お金に困らなくなる方法を手に入れられる動画をどんどんアップしていきますので、チャンネル登録を忘れなく。 最後まで見てくださりありがとうございますこの動画が少しでもためになったと思われましたらいいねボタンを押してくださるとめちゃめちゃ嬉しいですまたこの動画の感想やこんな動画を出してほしいというリクエストなどありましたらぜひコメント欄に書いてみてくださいコメント欄のコメントは全て目を通させていただきますそれではまた次の動画でお会いしましょう